ホリエモンは野菜食べれて偉いな。はい、どうも皆さんこんにちは、カシーチャンネルでございます。皆さんはね、ホリエモンという人物ご存知でしょうか？まあね、知らない方のためにざっくりどんな人物なのか紹介しますと、大学生時代にね、オンザエッジ、現在でいうライブドアというね、会社を設立。1997年っていうインターネット黎明期の時代にホームページの作成や運営をね、行う会社としてすごい注目を集めて、時価総額は8000億円とかいうね、まあとんでもない結果を叩き出した、まあめちゃめちゃすごいね、日本を代表する実業家の方なんですが、YouTube とか Google でね、現在ホリエモンってね検索すると、予測に野菜っていうね謎のワードが出てくるんですよね。まあ、このネタ知ってる方は知ってると思うんですが、解説してくださいというねリクエストも結構多かった、ホリエモンいじりのネットスラング、ホリエモン野菜食えのね元ネタについて解説紹介していこうかなと思います。では行こう。2020年の5月31日にホリエモンさんはね、自身の YouTube チャンネルにてバーベキューパーティーをしながら視聴者のね質問に答えるといったような内容の生放送を始めます。バーベキューはね大いに盛り上がって、ホリエモンさんも肉やお酒を楽しみながらご機嫌にね質問に答えていたんですが、視聴者からのとあるコメントを読んだ瞬間、ホリエモンさんはねブチ切れてしまいます。それが、ちゃんと野菜を食べてて偉いといったコメントで、これに対してホリエモンさんはバカなどといったね暴言を浴びせて、カメラを殴るといった暴挙に出てしまいます。ちゃんと野菜取ってる偉いっていうのがバカ、お前ら野菜は美味しいから食べるの、ちゃんと野菜食えばいいっていうお前らの考え方がダメなの。野菜は美味しいから食う。あのホリエモンが野菜食べてて偉いって言われただけでこんなにブチギレてるっていう絵面自体がもうおもろいですよね。48歳にもなってホリエモン野菜食べれて偉いなーなんて言われたら、まあムカつくのはわかるっちゃわかるんですけれども、そこまで切れることではなくねとね皆さん思いますよね。しかしホリエモンがこんなにねブチギレてるのには実はちゃんとした理由があって、このホリエモンさんに対して野菜コメントをねするって言った文化は実は今に始まったことではなくて、過去にツイッターでは豚丼を食べたって書いただけで野菜食えという意見を散見、いちいち気に障る、何気に俺もクソリプおじさんおばさんに攻撃されてます、一番中とか野菜中とかみたいな感じでね、野菜関連のコメントに切れるといったようなねツイートを過去に結構してるんですが、特にね話題になった書き込みで言いますと、いや野菜食べてますかというね素朴な質問に対して、ほんとクソな質問だよな、お前方がいいよ。肉の写真をアップしてんのはインスタで和牛を広めたいからってんの、見てわからない。お前クソ。そもそも普通に野菜は好きだからたくさん食べてるけど、インスタでそれアップしてもクソの役にも立たねえだろ。それをようやく口に逃がし的な文脈で野菜を食べた方が健康ですよって上からマウントでクソコメント送るなボケ、二度と来るなとブチギレ。いや文章がめちゃめちゃ怖いですよね。そしてまあこんな過去があったため、今回はね野菜食べれて偉いなといったようなねコメントにまあブチギレたわけなんですよね。しかしこのブチギレは逆効果で、このね YouTube の生放送をきっかけにホリエモンの野菜いじりをまあ知ったっていう方もね結構多くて、現在ではねこうしてホリエモンさんに対して野菜いじりをするというのはまあ鉄板ネタになってしまいました。ちなみに本人はね未だに本気で嫌がってるみたいです。いやどんなね誹謗中傷とか炎上に対しても全然気にしてないホリエモンが、唯一切れるワードが野菜ってめちゃめちゃおもろいっすよね。はい、ということでね、今回はかねてよりね解説してくださいというリクエスト結構多かったホリエモンさんの野菜いじりネタについてね、まあ、ざっくりでありますが解説紹介していきました。まあ、このように当チャンネルではネットで話題になった人物の歴史やネットミームについてね解説紹介するチャンネル、カッシーチャンネルでございます。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方はぜひともねチャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。んー、じゃあまたね。